はい、テモテの第一の手紙の、一章の一節から十一節でございます。次どこをやろうかと、祈りいろいろ迷ったんですが、旧約聖書ということも考えたんですが、牧会書簡にしました。牧会書簡というのはこの第一テモテの手紙、第二テモテの手紙、その後のテトスの手紙です。パウロが晩年このマナ弟子テモテ、テトスに宛てたこの個人的な手紙です。ですから非常に個人的な密接なそういう語りかけになってますね。でそれとともに、ただ個人だけじゃなくて教会で公に読まれた手紙と受け取っていいわけです。でこの個人に宛てたということから、このいわゆる師弟関係を見ることができるわけですね。人格的信仰的な師弟関係であります。私たちの信仰というのは両面あると思うんですが、両面というのは一つは、神様、イエス様ですね、三位一体の神様と自分との関係、あるいは人を介してないということですよね。確かにそうですね。誰かそこに人間が入っているわけじゃない。本当に今申し上げた三位一体の神と自分との関係ってやっぱはっきり持ってないといけないとともに、じゃあ、人間は返さないかっていうと返してないんですね。救いに関しては返してないんですけども、でもやっぱり信仰生活、その救いをやっぱり伝えられたっていうのは人格的信仰的なそういう特に師弟関係ですね。牧師であったり先輩であったり、お友達であったりということを通して伝えられ、そして、救いだけじゃなくてこの信仰生活を周りで教えられてきた、学んできたということであります。この信仰の継承ですね。で特にこの人格的信仰的な師弟関係、つまり次の世代への信仰の伝達というのは非常に大事であります。そのことを学ぶことができます。現代のキリスト教会の緊急かつ最大の課題であり、私たちの教会もそうですね。私の使命も、私は三代目、エクサム先生から数えると四代目の牧師になりますが、神様はそのために私を横浜教会に使わされたと、ますます明確に捉えているわけです。次の世代に信仰のバトンを渡す、そのために教会を整える責任が、私にはあると。これが、私の神から与えられた責任だと、使命だということですね。でそういう意味でこの牧会書簡、私にとっても、学ばなければいけない、じゃあ牧師一人がというわけじゃなくて教会全体がこのことを学んでいくということが大事だなということなんでございます。今日読んだところにすぐ信仰の逸脱離脱に対する警告が出てきます。開きませんけど、使徒行伝の20章にはこのパウロがこのエペソの教会の人たちとの別れの場面が出てきます。その別れの場面でパウロは自分が去った後に凶暴な狼が入り込んできて容赦なく群れを荒らすということを予告しているわけですね。で、狼というのは何か本当の狼ではなくて、これは、ある人が、信仰、脱線していく。で、そのことを、人にもね、そういうことをして、教会をまさに荒らしてしまうということが起こると。で、実際そうなっていくわけでございます。そして、ここも、そのことが書かれているわけですね。パウロは見ていた。ですね。私たちもやはり教会の将来をいろんな意味できちっと見ていかなければならないのであります。それとともに
ここで健全という言葉がこの牧会書簡には多く出てきます。ある意味ではキーワードであります。健全な信仰生活、信仰生活にも不健全な信仰生活と健全な信仰生活があるということですね。私たちは例えば肉体的、精神的、健全か不健全かということを考えます、まあ、そういうことはよくわかる。生活習慣病、まあ、精神的にもね、まあ、なんかちょっと落ち込んでとかいう言い方しますよね。やっぱり信仰生活もそのように、まあ、健全である、健康である、不健全である、不健康であるということが言えるわけであります。で、そういう中で、まあ、教会の指導者像ですね、パウロは、テモテ・テトスに対して、この教会の指導者としてまだ若いわけですね。このような教会の指導者になりなさいと勧めています。で、それは模範的クリスチャン像でもありますね。それも具体的ですね。抽象的、霊的というよりももちろん霊的ですが、非常に具体的に学ぶことができます。私たちの教会は礼拝を中心とした基本的クリスチャン生活の確立という本当に素晴らしい方針を持っていますね。私は4年目でありますが、このことの、まあ、素晴らしさというか重みというのを改めて最近感じているんです。この3週間ちょっと時間があったので、まあ、掃除をしたんですね。大掃除をしました。とともに、教会の資料をですね、結構古い資料、小倉先生時代、また、西名先生時代ですね、こうざっとですけども改めてまた見る機会があった時に、何を大事にしてたのか、当然このことですね、礼拝を中心とした基本的クリスチャン生活の確立であります。本当に素晴らしい方針だ。どこに出しても恥ずかしくないどころかですね、私たちはこれを大事にしてます。もう正々堂々と誰の前にもね、はっきりと言えるような本当に素晴らしい方針であります。改めてそのことを感じ、そしてまあそれに続く、まあ牧師としてですね、そのことを本当に大事にしなきゃいけないということを、まあ、改めて思わされたのでありますが、私たちはどうも自分の都合のいい自己流信仰生活に陥ってしまう。このことをやはり謙虚に認め、悔い改めなきゃいけない。聖書から信仰生活を学ばないんですね。それは大きな損失である。まあ、そこそこ、見よう見まねで、また本当にですね、なんていうか模範的な、人を見て、ああ、本当に素晴らしいなと思って、まあ、そこを見習っていくんだったらいいんだけども、そうじゃないですね。逆に、ああ、こんな程度でいいんだ。ああ、なんだ、こんなクリスチャンもいるのか。こんな牧師もいるのか。だったらこの程度でいいんだ。ってな。なんかそういうですね、なんか人を探して、ああ、よかったよかった。っていうね。まあそういうのですね。まあ私はすぐそうなっちゃうんですね。まあ人間だから正直言うと、そういうふうになってしまうんですが、問題は何かっていうと、聖書から学ばないということであります。聖書から学ばない損失は、教会にとっても個人にとっても、取り返しがつかないほどの損失であります。取り返しがつかない。そうやって学んでない時間、学んでないこと、そしてそこで失ったこと、どれだけ大きな損失か。私は、そのことを、まあ、悔しい思いをしているんですね。もっとあの時に気がついていたならば、どうしてあの時素通りしたんだろうか。ああ、わかったわかったって言ってですね、わかってもいないのに、なんか多分わかったような顔をして素通りしたことによって、本当に大事なものを失ってしまっている。じゃあ失ったらもういいよ。ね、開き直って、もういいよって言うんじゃなくて、遅くないんだから、今からでもってことなんですね。
私もそんなに奉仕の時間残されているわけではございません。もう60近いですから、もう先が見えてます。まあ、格はない。だけど、まあ、失った、ちょっとやってこなかった、そこでくよくよしてもしょうがない。今からでもいいから、やはり、きちっと学び直していかないといけない。そして、自分だけではなくて、信仰生活がきちっと継承されていく。健全な教会っていうのは、信仰生活がきちっと次の世代に継承している教会が健全な教会の一つの姿と言えるわけです。確かに人は集まっている。なんか、盛んにやっている。でも信仰の継承がなされてないとするならば、単になんかお祭りをね、やってるような感じですよね。でもやっぱりお祭りっていうのは人が去るわけです。この世のお祭りもそうですね。やっぱり去るんですね。そしてお祭りって楽しいわけであります。一度、健全な信仰生活が崩れるならば、それは簡単に崩れる。壊すのは簡単。でも立て上げるのは、信仰と時間と忍耐が必要であります。そしてこれは非常に目立たない地味なことですね。で、地味なことだからどうも関心がない。分かっているようで素通りしてしまう。でも教会にとって一番大事なこと、最も関心を持たなきゃいけないことは、やはり私たちがまさに大事にしている礼拝を中心とした基本的クリスチャン生活の確立、それを確立していく、具体的に確立していくということなんであります。そのことはやっぱり非常に地味な、そのことをきちっとやらなきゃいけないのに、どうも都合の良い自己流信仰生活に、甘んじているというか、こんなもんだ。所詮こんなもんだと、諦めてる、開き直っている。確かにいろいろな現実あるんですよね。大変だし、疲れるし、また社会生活もあるし、ややこしいこともある。でもそれを、神様はご存知ですよね。言い訳にしていいんだろうか。私たちそのことを本当に、そのことが欠落しているってことを謙虚に認めて、悔い改めて、やっぱり地道に、教会生活を学び直して整えていく。これしかない。で、これが基本的クリスチャン生活の確立でありとともに、信仰生活の継承ですよね。私はこうやって生きてきたから、後輩である、ね。後から救われてくるあなた方も、このように生きてきなさい。私がこう生きてきたんだから、あなた方もこうやって生きるべきだと言うべきですよね。で、これはパウロがそうしてるってことです。パウロがテモテに対して。で、それは命令という形になされています。最初から。任命、命令。どうぞお好きなようになさってください。基本的には自由ですからね、時間があって暇でね、ちょっと、その気になったらどうぞなさってくださいというわけではない。一章一節に、私たちの救い主のなる神と、私たちの望みであるキリストイエスとの任命によるキリストイエスの使徒パウロから、信仰に私の真実な子テモテへという、ここに、まさに、指定関係が出てくるわけですね。で、神様から始まっています。当然です。救い主なる神、私たちの望みであるキリストイエス、で、この言い方というのは、この、パウロ書簡をずっと最初の挨拶文を読んでいくとわかるんですが、結構珍しい言い方なんです、この言い方って。何が珍しいかというと、この神が、キリストが私を救ってくださったということが、強烈に意識されている。漠然と神様を信じているんじゃなくて、神という方は私を救ってくださった神。キリストというのは私を救ってくださったキリストなんだ。で、その神とキリストから命令されている、任命されている自分。そしてその自分もね、救われた自分ということの強烈な意識があるということなんでありますね。
特に私たちですね、まあ、やっぱり、まあ、そういうクリスチャンホームとか、小さなあの、時からいるというものは、やっぱりこのことは非常に大事ですね。もう分かってるんです、神様。でも、救ってくださった神、救ってくださったキリスト。で、このやっぱり、私たちはきちっと意識しなきゃいけない。ここが弱いと、命令っていうことが出てこないんです。なぜその神の命令に従うのか。救ってくださったからですよね。救ってくださった神だからこそ、その神の命令を信頼し、従うということが起こるわけです。救いがなければ、救いが曖昧ならば、神様ってね、まあ遠くにいらっしゃって、神様がいろいろ言ってるわ、言ってるわ、まあ、って感じになりますね。そして、言われたとしても、まあ神様が言うんだから、まあしょうがないな、ですね。なんか義務的に。で、命令っていうのはやっぱり、大変ですよね。やっぱり厳しさを伴ってます、命令っていうのは。だからやっぱり、苦痛というか、まあしんどいというか、まあちょっと大変だなっていうのはこういうイメージになります。どうしてか。救いってことがはっきりしないからです。神は私を救ってくださっている。キリストは私を救った。その方が命令している。だからそのお方の命令に従っていく自分っていうことがあるわけですね。で、このことが過去ではなくて今はっきりしている。ということが大事なのでありますね。そういう中で、このパウロが、何が、まあ大事なのかということに入っていくわけでございますが、今日の御言葉を挙げるとすれば、五節が今日の箇所の中心聖句と言っていいと思います。ここにも命令という言葉が出てきますが、五節ですね。私のこの命令は、清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としている。別に難しい言葉じゃないですね。ごもっともよくわかります。ということだと思います。で、このパウロ、命令ですよね。この命令がどういうことから出てくるかというと、一つはこの命令っていうことは、今申し上げた、神とキリスト、救ってくださった神、救ってくださったキリストからパウロに対して、こう、ね、任命、命令。で、その命令が、パウロでとどまらず、手元に伝達したということを言っています。じゃあ、命令っていうのは、なんか、ね、大変なことかというとそうじゃなくて、この命令の結論っていうのが、この11節なんですね。これは祝福に満ちた神の栄光の福音を示すところであって、私はこの福音を委ねられているのであるとあります。祝福に満ちた神の栄光の福音。まあ、とにかく素晴らしいものだ。ですね。祝福に満ちた神の栄光の福音。それを、託されている。信仰者たちに委ねられた。いやーすごいなですね。神の祝福ですね。栄光の福音。まあ素晴らしいものですよね。そういうものをこう与えられている。ああ素晴らしいな。ところがこの福音とは違う教えがこの入ってきた。それに対する警告からこの第一手も手が始まるわけですね。三節本文が。私がマケドニアに向かって出発する際、頼んでおいたように、あなたはエペソに留まっていて、ある人々に違った教えを説くことをせず、作り話や果てしのない経図に気を取られることのないように命じなさい。ってここなんです。福音とは違う教えが入ってきた、侵入してきた。先ほど、使徒行伝の20章にパウロはそのことを予見していたと申し上げたそのことであります。見えてた。そして実際入ってきた。そしてマナデシテモテにね、そこに留まれ、エペソに留まれ、やることはその違った教えを説く人に語らせるなってことですよね。
そのことを食い止めろっていうことを言ってるわけですよね。そのある人々、教会の中にいるそのある人々の教えを広めるな。非常にこれは厳しいことであります。教会内のことです。世の中ではありません。世の中にある思想がですね、この起こってきた、ね、そういう中で教会がね、その思想にやられるなって言ってるんじゃないですか。教会の中のことですね。これは福音とは違う教えを説いている。教会内のことである。不思議なことです。教会内でもっと福音を聞きたい、私たちは福音を聞きたいというのではなくて、福音以外のことを聞きたい、福音以外のことをしたいということになったということなんですよね。ここなんです。で、その、まあ、動き、そのムーブメントが止まらないということですよね。やめようよ、そんな。私たちにとって福音を聞き、福音を伝えることが大事なので、そのようなことは違うでしょうっていう動きにはならなかった。福音以外のことに何かこう心がこう動いていったということがわかります。で、これはどこの教会でもいつの時代も簡単に起こりうることなのであります。私たちが教会に来る、教会の奉仕とか、まあ、とにかく教会に来た時に福音ということが中心になっているだろうかということですよね。福音ではないもの、世の中でいろいろやっているもの、教会もちょっと寂しいから世の中でやっているものを、まあ、ちょっとね、真似をしてちょっと、まあ、ちょっと盛り込んでやれば、まあね、賑やかじゃないですか、楽しいじゃないですか。そういうことを全て 100% バサッと切る必要はないと思うんですね。私たちはやっぱり社会生活してますから、そういう部分もある程度必要だと私は思います。 100% バッサリ切る必要もない。でもそれが主になっているということが大事なんですね。問題なんです。それがメインになっている、それが主になっている、そして福音がおろそかになっているっていう、ここなんですね。で、これが教会に簡単に起こりうる。そして、この場合何かっていうと、作り話、果てしのない系図と、まあ、具体的に書いてますね。まあ、これは、仲介書しますと、何を指しているのかっていうのは、まあ、いろいろあるんですが、でもこれを現代に置き換えるならば、その時代に流行っている宗教的、精神的、また悲願的、悲願的っていうのはですね、あの世のことですね。そういうお話なんです。まあ、いろいろありますね。まあ、ことをいろいろ説明していると時間がなくなりますから。今日も私は、新聞バーっと読んだ時に広告欄を見ましたら、やっぱりこの手の話です。ちょっと、それ、なんていうかね、そういう本の、広告がいっぱいになってましたね。ある宗教団体の本が、バーンと、朝日新聞ですけどね、広告欄に出てました。それが世の中ですね。で、そういうようなことが、その時代流行っているような、そういうことに気を取られるという言い方してますよね。作り話や果てしのない系図に気を取られるわけです。信じてるまではいかないかもしれないけど、気を取られる、気になる。クリスチャン新聞が何年か前にアンケートを取ったクリスチャン。で、その時に、血液型とか、また方角とか占いとか気になるという人が確か 10% か 20% いたんですね。クリスチャンの中です。まさに気になるんです。そしてそういうことをこう喋ってるんですね。で、喋ってる中でなんかこう、まあ、はまっていくということですね。何が重要なのか、そこで福音からずれていく、そういう話っていうのは面白いのですね。論議を引き起こすって言ってますね、その後に。むしろ論議を引き起こす。そ
そういうことをちょっと聖書と引っ掛けてですね、やっぱりこう神学論争というか、まあそういうようなね、ことにこう話が弾んでいく。これも、全面的にそんなことを やるべきじゃないとは思いません。やっぱある程度そういう知識は必要でしょう。でも、そういうことに、まあ心を向けて、福音そのものに心が向かなくなっていく。で、これは面白いんですね。気になる。論議。いろいろ話題沸騰。なる。で、結論はそういうことで、ある意味では、評論家クリスチャン。いろんなことを言うし、いろんなことを知ってるし、いろんなことはいろいろ喋れるんだけれども、でも、その人の信仰障害、神様の御前には何も残ってない。現実というのは人は誰も救われないという結果になってしまうということなのであります。悪魔は立派なことを言わせて、信仰による神の務め、これは4節の言葉ですね。4節、作り話や果てしのない系図に気を取られることのないように命じなさい。そのようなことは、信仰による神の務めを果たすものではなくとあります。肝心なのは、信仰による神の務めを果たすことなんですね。で、これをさせないということなんです。大事なのは、まあ、多少ね、そういうことに興味を持って、まあ、いろいろ言ってもいいっていうちゃんとあるですよね。まあ、そうだとしても、やっぱり信仰にある神の務めに、こう、きちっと行けばいいんだけども、それを全くしないで、このようなことに、まあ、教会がですよ。なんか、まあ、忙しくわわやってるという話ってありますね。まあ、これは人によって違うし、時代によって違うし、どういうものが、こう、ね、話題になるのか、どういうことが入り込んでくるのか、どういうことが気になるのかっていうのはちょっと違うと思います。人によっても違います。要はこれなんです。信仰による神の務めをしないということなんです。それでいて、いろんなことを言える、いろんなことが、まあ、できる、喋るというかね、議論できる。でも、信仰による神の務めをしてないのであります。ここなんです。悪魔はそれをさせる。いや、それさせればいいんですよね。私たちはここを見抜く霊的洞察力が必要だということであります。自分に対しても、教会に対しても、教会の奉仕も。きちっと信仰による神の務めを果たすということがなければならないんですね。で、その時に、信仰による神の務めと言った時に、だからといって、その後、この立法問題をパウロは持ち出したわけです。6節。ある人々はこれらのものから逸れて空論に走り、立法の教師であることを志しながら、自分の言っていることも主張していることもわからないでいる。私たちが知っている通り、立法なるものは法に従って用いるのは良いものである。すなわち立法は正しい人のために定められたのではなく、不法なものと法に服さないもの、ずらずらうんぬんと書きますね。で、ここに立法のことをパウロは言っています。つまり、立法を行う信仰生活ではないっていうことで、こう、釘を刺してるんですね。なぜか。信仰による神の務めっていうふうにグッと入ったときに、しっかりやりなさいってことになりますよね。何やってんの？ちゃんとやりなさいよ。世の中はそうですよね。仕事でも何でも。しっかりやりなさいよ。あなただって給料もらってんでしょ。とかね。まあ私も散々言われました。何やってんの？ですね。そういうことをまあ言われるから、もうとにかくしっかりやらなきゃいけないんですね。まあ、社会的にはそういうことはまあ、あるかもしれません。でも、信仰生活ここで、まあ、立法を行うっていうふうにぐっと入っていったときに、これとんでもないことになる。教会が大変だな。日本の社会から見るならば、こんなちっぽけな教会ですよね。吹けば飛ぶような教会。少数者のちっぽけな教会。その非力さ、弱さ、自分自身がよくわかっている。
自分というよりもね、教会ですよね。まあ自分はそうですけども、教会もそうです。あまりにも小さい。そういう時に、頑張ろう、しっかりやろう。何やってんだ、ちゃんとやらなきゃいけない。そうだと思います。でも、パウロが言ってるのは、信仰による神の務めでありますから、信仰によるですよね。そして、律法を行って、しっかりやれ、頑張れ、っていうのは違うと言っているのであります。ここなんです。なぜならば、律法というのはそれは法に服さないものに対してあることであって、私たちは祝福に満ちた神の栄光の福音を委ねられているんだということでありますね。これが信仰生活の生命線でありながら、私たちはいろんな意味で逸脱、脱線しやすい、脱線の、まあ、一つ目はその、作り話、果てしのないケースですよね。なんかその時代の宗教的な、まあそういうお話ですね。そこにまあ乗っちゃって、そして、福音を信じて、そして信仰による神の務めを果たすことをしなくなる。二番目は、この律法を行っていくというね、まあ律法主義になっていくということであります。で、そういう中で、この、まあ五節のお言葉になるわけです。私のこの命令はって、この五節の言葉がこう光り輝くわけです。私のこの命令は、清い心と正しい良心と、偽りのない信仰から出てくる愛を目標としている。これが私たちの信仰生活。確立していく信仰生活だということですね。このことを具体化、具現化していくということなんです。で、このことが、やっぱり逸脱しやすい、清い心、正しい良心、偽りのない信仰とあります。あ、ちょっと真面目にやらなきゃいかんかな、ですね。ちょっとサボってるから。なんかそういうこととは違いますよね。つまり、自分が本来持っている、まあ、良い心。ね。俺だって捨てたもんじゃないよ。まあ、ちょっと真面目なとこも、そりゃあるよ。ね。なんかそういう、自分が持っている清い心、正しい良心、偽りのないね。俺だって、ちょっと、まあ、筋通してやることもあるよ。とかね。なんかそういう、なんか、自分が持っている、自分がある、それぞれ自分がある、そういうことをちょっと磨いて、もうちょっと綺麗になってね。ということではない。いや、ちょっと多少はまあ磨けるかもしれませんけども、でもすぐね、まあなんていうか、ボロが出るというか、墓穴を掘るというかね、メッキが剥げるわけですね。メッキが剥げる。そんなものはない。福音を聞き、キリストを信じることによって与えられる信仰であります。福音を聞き、キリストを信じる心。まさに信仰ですね。信仰による心。決して、自分が持っている心ではない。あの三条の説教の最初ですね。心の貧しい人は幸いである。悲しんでいる人は幸いである。あの心っていうのは、ちょっとしおれたり、ちょっと自己反省してね、という心じゃないですね。神が、キリストが与えてくださる心であるんですね。本来自分にはない。そしてその心というのは、やはり、失わないですね。形骸化したり、マンネリ化したり、義務化、義務的にならない。それが清い心、正しい良心、偽りのない信仰と言えるということであります。そしてそこから愛が生まれるですね。清い心と正しい良心と偽りのない信仰から出てくる愛、愛。愛によって動いている。愛というのは強制的、人為的、作為的ではないということであります。本当に心から自発的に出てくるのが愛ですね。まあ実は礼拝説教で触れなかったんですけども、今回の礼拝説教ロマ書の10章の1節から4節でですね、神の義か自分の義か。
ですね、私たちは神の義に従う、自分の義を立てない、神の義に従っていく救いだということですけども、でこれは救われた時もそうですが、私たちが救われた後の私たちの信仰生活も自分の義を立てていく、また立法ということを行って全うしていく信仰生活ではないということなんですよね。まあ、ここにローマ人の手紙のちょっと中、まあ、解説というか説教集がありまして、大木先生のローマ人の手紙の本なんですけども、ちょうどそのローマ書の10章のその箇所に先生のお証しが出てるんですね。まあ、ちょっと読んでみますと、この著者である先生がこの新学生の時です、街道掃除は青年の担当でした、青年会の担当でした。初めは順調でしたが、だんだん奉仕する人が少なくなるのです。そしてある秋の土曜日の午後、私は一人で街道掃除をしました。その時にいろいろな思いが込み上げてきたのです。人間は皆自己中心だ、新学生は献身者だから、それにやらせておけというのか。このような思いの中に人間の罪の姿をまざまざと見るのであります。次の日の日曜日、昨日のことへと話を持っていきたくなる。おそらく、まあ、新学生ですから何かお話してくださいっていう場面あったんでしょうね。ですから昨日の、ね、掃除当番誰も来なかったっていうことを言いたくなるってことですよね。そして一人での奉仕を知ってもらいたくなるのです。みんなは反省して、次です、解決方法として当番ということになるんです。昔ブルンナー先生が税金についてガバ口の例を持って、外から口を開けなければならない、そうでないと自発的にはお金は出さないものだ、まあ税金の例ですね、まあとにかく、まあガバ口無理やり開けて、そうしないと税金なんて払わないっていう、まあブルンナー先生ですね、ということは話されたことがあります。奉仕は自発的であるが、それではダメになるから外圧がなければならない、当番表を作る、しかしそれを守ることを監視し、守らないものを処罰する権威を立てる必要がある。そのようにしていくと奉仕とは別の論理に巻き込まれていくのであります。それはソ連の警察国家になったのと同じではないでしょうか。罰金においてポイ捨てを禁じる、その町の清潔と同じではないでしょうか。それでは解決にならないのです。ローマ人の手紙13章10節には、愛は律法を完成するという言葉がありました。律法主義に巻き込まれると愛は消滅するのであります。律法によって真の相互性を作り出すことはできない、まあ、うんぬんと書いてありますね。つまり計算されたり法則化したり、そういう中で動いていくわけではないですね。愛というのはギブアンドテイクではない、本当に心から出てくることだということを、まあこの神学者である、ね、この大木先生が神学生時代のこのことを言ってるんですね。私も本当にそう思います。もちろん組織的には当番表を作るべきだと思いますね。いや、作らなきゃいけないと思います。でも当番表があるから奉仕するんではないみたいですね。愛なんですよね。キリストに対する愛があるからする、そこをやっぱり、そうじゃなくて外圧ですよね。なんでしないの、クリスチャンでしょ、やるべきじゃないの、あなただって、であなたがやらなかったら誰がやるの、どんどん奉仕が開くのよ、応じます、真面目な人仕事を応じますね。でも愛からしてないですよね。ですから私は何回か当番ではない、当番表ではないって言ったんですよね。でこれはまあ大木先生も言ってるわけです。いや、これはそうなんですね。私たちは立法でクリスチャンだからやらなきゃいけないから、私がしないで誰がするんだ、みんな怠けてるじゃないか。確かに現実そうかもしれない。
でも、そこからは始まらないんですね。そこからやると苦しむ。自分が苦しむ。相手に対してだって、なぜやらないの？こういう外圧ですね。愛じゃないですよね。それでやる方もそうですね。言われたから、仕方なくやってる。当番で当てて、信仰を恵まれた人に私会ったことありません。私自身がそうだったからですね。この先生もそれで悩んだ。私も新学生の時、この大木先生と同じような悩みになったんですね。もうとにかく人です。人からどう見られてるか。今度来た新学生、いい説教するのか、ちゃんと奉仕するのか。前の新学生は立派だった。今度来た小岩新学生は、ちょっと頼りないよね。あんな新学生、卒業して牧師になって大丈夫かしらって思われてないか。いつの間にかそれが全部なんですね。もちろん、イエス様に対する信仰があるから、新学生になってるはずなんですね。ないわけじゃない。でも、ぐぐっとそっちに行って止められない自分ですね。本当に心の中にそういうようなこと。そして本当に空回りしている自分ですよね。形だけやっている自分。そしていつの間にか信仰が義務的、強制的、マンネリ、カラカラ状態になってしまっている。ああ、もうこれはダメだ。もうこんなんでどうして、ね、進学生活続けるんだ。こんなんでどうして牧師できるんだ。もうやめなきゃいけない。本当にやめなきゃいけない。いや、やめられるわけですね。そんな奉仕ではない。本当に何もできないけど失敗だらけだけども、キリストへの愛から始めていく。それしかないですね。いや、そんなことしたらね、教会動かなくなるよ。いいじゃないですか、動かなくたって。私はそう思います。だってそれが現実なんですね。そこから愛が生まれてくることしかない。愛からしか始まらない。この愛が起こることを待つしかないんです。愛は強制できないからです。神に対する愛、キリストに対する愛。そっから生まれるものじゃないと、教会ではないからなんですね。世の中は違いますよね。仕事は違いますよね。何やってんだ。給料出してんだからしっかり働けよ。何もやばしてんだですよね。だから、そのような感じで教会が動いていった。もう教会じゃない。いいんです。何もしなくてできなくて。愛から生まれたら、それでいいんです。それが教会の本当の姿だからです。だからパウロは言ってますね。言っていることは、私のこの命令は、清い心と正しい良心と、偽りのない信仰から出てくる愛を目標としている。決して、律法を行うということでやっているわけではないんだ。そしてそれが祝福に満ちた神の栄光の福音なんだ。福音からずれてはいけない。にもかかわらず私たちは福音以外のものに興味を持ってしまう。そこに福音以外の魅力にですね、なんか魅力があるからね、この世の魅力があるから、なんかそこにわーっと行ってしまう危険性があるということなんですね。お祈りをします。天の父なる神様、牧会書簡をこれから学びます。私たちにとって大事な、特に礼拝を中心とした基本的クリスチャン生活の確立、クリスチャン生活の確立、そして私たちは自己流ではなくて、もう一度きちっと学び直さなきゃいけない、所詮こんなもんだと本当に神様申し訳ございません。高をくくって適当にやってる自分を思います。ここで何か締め直して、また決意して、本当に真面目になってというのではなくて、あなたは私のこの命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰から出てくる愛を目標としていると今日教えてくださりありがとうございます。本当にそのような心はありません。本当に自己中心な、またいつの間にかあなたから離れてしまうような、本当に
情けない愚かなものであることをよく分かっておりますが、でもあなたは命令としてそのことを今日私たちに示してくださいました。私たちを救ってくださった神、私たちを救ってくださったキリストからのパウロを通じての命令でありますから、あなたはこの命令をあなたの権威によって、あなたの力によってそのことをしてくださることを信じます。私たちが本当にこのような心を持って、愛を持って、あなたを愛し、あなたを信じ、あなたに仕えていくことができることを感謝します。何もできません、また失敗だらけです。でもどうかこの心を失うことがありませんように、そしてどうか私たちが、本当に立法的な生き方にならないように、主よどうぞ守ってくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。